はい、どうも、うずです。今回は先日アップした動画のちょっと続きになります。こちらですね、音響の USB ダックのボタンの話をちょっと続きでやりたいと思います。前回は iPhone を中心でちょっとお話したんですけど、今回は Android 端末、ウォークマンに関してちょっとお話の続きをしたいと思います。で、こちら、ちょっとわかります形。ウォークマンの F です。F シリーズ、Android 型のウォークマン。で、こちらに今付属品なんですけど、音響ってロゴが入ったバンドを止めて、今、アンプと一体化してます。で、もちろん、無線で繋がってるわけではないので線で繋げる必要があります。で、この間のようにこういう形ですね、 USB ケーブルで接続します。本当にね、もっと短いケーブルがいいんですけどね。この間動画で挙げた iPhone とのちょっと違いをまず最初に説明しておくと、 iPhone の場合は専用アプリ、音響の HF プレイヤーで 96kHz の 24bit 信号でこちらに音を送ってアナログで出力することができます。ただ Android の方は一応ね、正確な確認は取れてないんですけど、ネットとかね見てると 44.1kHz の 24bit 信号、一応ハイレゾなんですけど、 iPhone で出力するデータよりちょっとねサンプリング周波数がちっちゃくなっちゃうんですよね。ただ音響のアプリ HF プレイヤーっていうのはそのまま Android の OS でも使えますので、純正のアプリということで音響のアプリを使うことができます。ただね、ちょっと問題というかねあるんですけど、うずさん、このウォークマンの F シリーズを今使ってます。音が非常にいいんです、このウォークマン。ソニーのデジタルアンプ S-Master HX というのを入れているので、ウォークマンのねヘッドホン端子に直接つなげて音を聞いても非常にいい音なんです。で、そこにこちらの音響のアンプをかませて音を聞いてみる。で、実際ね、今のとこまだ使い始めて間もないんですけど、音の聞き比べをやってみるとちょっとね、こもったような音に感じることが多いです。特に女性のボーカルとかなので、直差しして聞いた方が何かクリアに聞こえるような気がする。ただ一個ね、いい点としては、うずさん今ここでね、ちょっと画面出てますけど、ファイナルファンタジーのこれサントラなんです。で、こういった音楽とかクラシック音楽を聞くと、そのこもった音が非常にうまく噛み合いまして、すごくね曲に深みが出るんです。で、どっちがいい音っていうのはまたこれ難しい話なんですけど、ちょっとね、今回ね、このアンプ追加してしまったので、正直いらなかったなって思っちゃうところがウォークマン持ってる上ではあるんですけど、だからね、ウォークマン持ってる方は音響のことポータブルアンプはそんなにおすすめじゃないかもしれない。雑誌ではね、評価受けてたりもするんだけどね。で、うずさん的にはこのヘッドホンアンプ、音のボリュームアップ、スケールアップという意味では役にやっぱり立ってますので、実際利用できますし、そのクラシックやゲームミュージックを聴くときはこちらの方が音が臨場感が非常に高まって聴けるので、そのような使い方しようと思います。で、お外に出て音楽を聴いたりとか、邦楽とかね、洋楽、そういったね普通の音楽聴くときは直差しでいいかなって思ってます。あとはもちろん当たり前ですけど、このソニーのねオーバーヘッドホン MDR-1 とかじゃなくて、こういったね持ち運びが便利な小型なカナル式のヘッドホン、これで聴いても音は非常によく聞こえますので、必ずしもハイレゾ対応のヘッドホンがおすすめですよってわけじゃないです。うさんが使ってるお外用のこのヘッドホンはサンプリング周波数の帯域が 25kHz までだったので、全然ハイレゾを活かせるってほどのヘッドホンじゃないんですが、音は非常にいいんです、このヘッドホン。お気に入りなんですけど、こういったものにもね十分役立ちますので、ちょっとねやっぱり音にこだわって聞きたいって人はボタンがあるといろいろ楽しめるかなっていうのが今回ちょっと勉強になりました。まあでも今回はね、この音響のポータブルアンプをウォークマンと iPhone それぞれにつけましたが、特にやっぱり iPhone ですね、 iPhone、iPod、iPad 持ってる方は音響のこのポータブルアンプ非常におすすめだと思います。こちらをつけることによって本当にね、ウォークマンの S-Master っていうデジタルアンプを搭載しているオーディオプレイヤーに匹敵するような音がちゃんと聞けます。ただちょっと問題なのは、このウォークマンの例えば今出てるウォークマン A シリーズって2万円台で買えるんですよ。で、それにも S-Master が入ってるからいい音で聞けるんです。で、このポータブルアンプがやっぱり2万円ちょっとしますので、そうすると、まあ、iPhone でポータブルアンプをつけて音を聞きたい、管理したいっていう人にはおすすめなんですけど、音楽だけを純粋に楽しみたいと思ったらウォークマン単体で買ってもいいんじゃないかなっていう、という結論にうずさん自身は至りました。ただやっぱりね、 iPhone でハイレゾ音源、いい音をまあ一つね、ちっちゃいアンプを追加して聞けるっていうのは非常に楽しく感じますので、この後もちょっといろいろ試してみたいとは思うんですけど、ウォークマンを使った上では、ウォークマンの S-Master デジタルアンプを搭載している機種をお持ちの方はやっぱりもっとグレードの高いヘッドホンアンプが必要なのかなって思ったりもしました。それなので、ソニーの S-Master を搭載しているウォークマンを持っている方は改めてヘッドホンアンプを買うよりは
いいヘッドホンをいくつか揃える方が多分ねいいと思います。そうするとね、音のバリエーションもいろいろ変えて聞けますしね、という本日は動画になりました。ではまた別の動画で、バイバイ。ただまだね、パソコンにつないだり Mac につないだりしていろいろ試せるところがありますので、そういったところを試した上での動画もこの後またアップしていきたいと思います。今回はウォークマンに接続した感想を挙げさせていただきました。